い、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、松本まちといきです。どうもおはようございます。おはようございます。というわけで本日は松本までまたやってきました。ABC 松本、白板店さん、はい、何回目かのお邪魔でございますけども、はいはい、今日も開店からということでやっていきたいと思うんですが、 いや近しですね、やっぱ寒い。いやこれね、まあ、パッチが今マスクしてるから分かんないかもしれないですけど、息白ですよこれ。信州のね、冬は寒いです。さっきスマホ見たら3度ですよ。3度すごいですね。寒くなってくると朝の新幹線とかの特急の中は非常に暖かいので、あそう、ね、乗り換えが非常に、苦しい、うん、長野県の方は朝霧がもうすごいらしくて、寒暖差でね、はいはいはい、でもこの季節になると必ず朝霧が出るということで、そうでしたね、今日は信濃港が松本到着5分遅れてたんですよ。あ、霧でノームで、はいはいはい、ほうで私輝きの中で一回寝て、はいはい、で長野で死ぬ気になって起きて、うん、ふっと起きて乗り換えるじゃないですか、はい、で乗り換えてるもんだから信濃港に乗った瞬間寝るわけですよ、うん、で一応目覚ましかけて、ね、危な、松本着が37分、はい、で37分なんで32分に目覚ましかけた、で32分に目覚ましかけて、あれまだ全然つかないで、ね、うん、でまあ、もうちょっとかと思って、あでも次は松本絶対やるって、もう一回寝るんだ、次起きた時もう死ぬかと思って、どういうこと、わずか3分しか経ってなかったんですけど、はいはいはい、俺その中でなぜか特急電車から乗り遅れるという、うん、じゃあ降り遅れるか、うん、降り遅れそうになって荷物バババって取ったんだけど、うん、取った俺この携帯のこの紐つけてるじゃない今、はい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 、でそれをパッとあやべえってこれ取って降りたんだけど、その携帯が自分のじゃなくて人のも持ってきちゃったっていう夢をっていう夢なんだ、3分で見て、現実ではない、現実ではない、あ3分で見てうわーってなった時に、はなんでってなって、え松本はと思ってバッと時計見た時に37分だったんですよ。おーやってもらった、まだ走ってる電車と思ったら5分遅れてた到着が、よかった、もう朝からもう二度と嫌だなもう松本はできる限り前乗りしたいと思って、危ないです、ね、危ない、もうただねその頑張ってきたからってか、はい、今日なんと中世で一番引きやった、おい久しぶりの生は、それは夢じゃないね、これは夢幻じゃないと思いますんで、はい、今日何でも撮れるんです。だとしたら僕はもうずっと見たかった、はい、花火絶景、あいいでしょう、これが見たい、もうユニバックですから私は、3台入ってますけど見たい、まあ、甘いと言われてるんですけど非常に荒いですね、へえ、うん、荒いっていうか、まあ、上はすごい出るやっぱり、まあ、ちょっとねそのポテンシャルをちょっと見たいなと、だってビッグが600枚レギュラー60枚なんで、あーすごいね10倍、すごいよ、レギュラーそっか、でもまあ大花火もそうだったもんね、はい、もうちょっと120枚ぐらいあったと思うけど、理論上、まあ、低圧100超えるんですけど、理論値通りにボーナス1個引いてったとして、うん、ボーナスビッグだ引かなきゃなんないとこをレギュラー引いちゃった時点で負けだし、そうだね、はい、で1個でも多く取れば勝ちですね、あらそのぐらいの差枚な、差枚というか低圧を左右する場合なので、でもそれがもう3個4個大きく引いた場合は2000枚浮くわけですからね、ああ確かに、正直言っちゃうともう BR 引き次第、ビッグ引きゲー、大花火の花火絶景はビッグ引きゲーです、なるほどね、はい、絶景チャンス、絶景チャレンジ、はい、引き戻しの連チャンチャレンジあるんですけど、はいはい、あそこでレア子役叩き込んだもん勝ちです、レア子役叩き込んだもん勝ちゲーです、はい、まあ行ってみたいと思います、寒い、うん、なんでじゃあ今日はちょっと、はい、大花火、花火百景なんかも思い出しながら、はい、花火絶景ちょっと一日見てたらけど、まあ、まなべもう本当スマスロがの目前まで、そうですね、超目前ですね今ね、まあもう皆さんが見てる頃にはスマスロ出てると思うので、はい、ちょっと今日はゆったりとお楽しみいただけたらと思います、はい、というわけで松本から大輪の花火をお届けさせていただきます、はい、行きます、おいし、おはようございます。お願いします。おはようございます。お願いします。犬屋シャッター、おお、ここじゃん。オーケー。すげえ。ベスポジ。
ベストポジション。おお、やった。いやー今日はいっぱい当たる、まあ、ビッグ当たるといいな今日はいっぱい、ね、よし。さあというわけでお待たせしました、花火絶景でございます。よっ、まあ、ゲーム性としてはですね、あ、音もいい感じ。まあチャンスゾーンがあって、うん、大花火ステージとで花火百景ステージがあるんですけど、でそれ以外はまあゲーム数管理でボーナスが出てきたりもするんです。あ、そうなんだ。そうなんです。で一応その各チャンスゾーンの移行抽選なんですけど、まあ、ゲーム数で降格に上がるっていうのと、子役で降格に上がるっていうのがあって、まあ、内部状態がいろいろ動いていくんですけど、基本的には、まあ、山から、花火百景ステージでチェリーもしくは、ここのポイントね、はい、今朝一なんでハテナになってますけど、これが100ポイント貯まるごとに訪れる、絶景ルーレットから生きうる、はあ、という形になってます。シンプルにじゃあ、うん、当たりを引いていきなり1名が出るっていうわけではないってことですね。そうです。ザ当たりフラグってことじゃないですね、はい、ないです。ただもしかしたらその薄く出るかもしれないんですけど、あ、まあ、これはまあ今ナビ出ましたけど、はい、リーチ目役じゃないかと。133分の1なんですよ。はい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 。で、大花火ステージに行くとそれが全くナビ出なくなるんで、40ゲーム間133分の1を抽選してリーチ目が引ければ当たり。ああ、いいね。で一方の花火百景ステージは20ゲームしかないんですね、はい、半分しかないんですけど、その133分の1のリーチ目リプレイ引けば、リーチ目役引けばもちろん当たりだし、うん、それと同じくらい多分133分の1で、解除抽選を行ってくれてる。シンプルに、はい、だからリーチ目できないのに打ち上げが成功して当たるっていう100景のねあれを再現してるという。で、もうイメージとしては、まあ、ちょうどチェリー引きましたけど、まあ、チェリー引くと降格移行抽選やるんですよ、はい、でチェリー引いて山引いて百景ステージを飛ばすっていう順番と、でチェリー引くと今これ朝一なんでこれオーラついてるの、あ、これ今降格したね、はい、でチェリー引くとポイントたまりやすくなるんですよここの、はい、うん、なんで、まあ、まず通常時チェリー引いていきましょうというのがポイントです、はい、で山も平行と斜めがあって斜めの方が強いんで、まあそれはもうずっと伝統でそうですよ ね、なめこ的なやつ。そうです、そうです。ああいいですね。でゲーム数で訪れる降格とこのチェリーとかで子役で行く降格が重なった時に兆候に行くと、で兆候だと直撃抽選もやってくれるしビッグも出てきやすいよと。なので、まあ、通常時は AT です。そうなんだね、はい、完全 AT 機です。まあじゃあ別にこう、あー、リーチ目見逃さないようにって打つ台ではないってことですね。ないです。子役を取りこぼさないように、打っておけば大丈夫です。左にチェリー狙って、まあ、この7落としかで右は敵と山テンパったら山、うん、まあまあこのバー狙うか、いつものユニバのやつ、うん、あ、マックスになった。まあだからとにかくやっぱあれでしょ、その大花って言ったらリーチ目マシンだろっていう、そっち側かな。だから大量獲得側に、まあ、寄せたってことですよね。でチャンス、なるほどね。ノーマルっていうのは捨てて、600取れるっていう大花っぽさを、うん、これ惜しい。おお、神社いいね。もしかしたらこれ神社はね、はい、どっちかがいる、どっちかがいるよっていう、まあ、証拠とか前兆とか、まあ、前兆審査かな、うんうんうん、でもしこれで、何も出てこなかった場合は確かね、そこそこいいモード、天井浅いとか雨だね、いいね、これ多分出てくる、大花ステージ出てくる、あ、来た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 、はい、おー。でこの1周期目は 50% で大花ステージ行くんですよ。あ、結構行きますね、うん、なんでそれだけ見てもいいかなとは思う。はいはいはい。というわけで40ゲーム間これはい、もう まんま大花です。よくこのさ、なんつうのアナログっぽい質感出せたね、うん、映像というかこれ、まあ、丸くない、一応こう、一応こうあれになってるからね、すごいよこれ。テロン待ちですよねこれね。そうです、基本は。まあいきなり
あ、だったね。いきなりリーチ目出たりもするけどね。おお、回らないよ。悪くないよ。回らない。おい、あー、リプレイだね。止まったらだってもうね、当たっちゃうもんね。だからこれね、あの下段、うん、7下段テンパイさ、大花だと普通に止まったんだけど、うん、これあの今回多分止まったら山から、あれだ、子役はボーナスだ。あ、じゃあ青7右上がりテンパイ1目みたいなは二角もちろん。これもあるか。これも二角。下でも OK と、ね、下も子役外れ、はいはい、ここはもう二角。だからここで133分の1のリーチ目を引けるかどうかという勝負ですと。残り15ゲーム。チェリーね。あ、当たるわ。え、一応これね、子役の直撃抽選もしてて、あ、違うわ、あ、プラスか。これここでバーンって当たることも、当たるのも見た。ただ追加20ゲーム。あ、増えるのでかいね。あ、終わりだ。はい、お花ステージ終了と。チェリーで、これチェリー引くと今これ筒が青オーラ出たんですけど、はい、でチェリー引くたびにこのオーラが黄色とか緑とかなってって、でそうすると子役引いた時、まあ、青がついてればもうあの子役引いたら必ずポイントが貯まるようになる。だからいかにね早いことこうチェリー引くかが大事でね。花火百景、多分花火百景の頃が一番金なかったな。逆にもうパチンコパスロとか他の遊びもなんかいろいろ覚えちゃって、うん、もう会社の昼飯の時とか、まあ、途中サボったりして行ったりして、その頃が一番金なかったわ。だからもう花火百景の絵見るとちょっと痛こうグッてなるもん。胸がグッとなる。一番金なかったその頃。俺はあれだったな、あの逆に打つお金には余裕あったな。いや羨ましいよ。百景の頃は俺はまだ大学生だな。そうでしょう、だって多分俺らが23とか、うん、なんか俺はもう6倍交換の店で3以上確定のあれ行ってたな。花火百景3以上確定。全然3以上だったらいいけどね。まだ6枚だよねその代わり。あ、はい、だから暇だったから、暇でなんか狙い台使った時とかに打ってたけど、まあ今考えると、まあ、本当かどうかわからんよ。まあそう全然ガセあったしね。でも当時はあのなんていうの、あの純粋無垢だったからさ。あ、分かる、うん、札とか絶対だと思ってたから。思ってた。普通にだってあの4とか刺さってる札とか4だと思ってたもんね。 あんまり設定位置とか店にないと思ってたから。ああなるほどね。設定位置使ってるとか極悪点だろうって思ってたから。分かる分かる。530マックス。さあ3周期目、はい、あ加速しない今回は。ダメ。で多分広角行こうですね。まあで一応全長入る。そういきなりバーンってあれが大花ステージが止まるパターンと、全長に飛んで、まあ、連続エースみたいなのに行くパターンと。で大体10ゲームか、まあ、20ゲームとか、あとゲーム数でも行くんだ、広角って。ゲーム数で行くと結構長いんだけど、これ成功すると大花ステージ。葉月ちゃん出ない。なんか引いてる。あ、山だ。はい、山だ。広角っぽいから、ここは広角であれば 50% ぐらい百景ステージ行くよ。 40% か。あ、いたいたいた。おいと。で百景ステージね。百景ステージ20ゲーム間。と。これリーチ目プラス、解除抽選だね。早い。うわー、なんかエモ。この時きっとだから胸が締め付けられる。貧乏だった時の思い出が。百景ステージは短いのよ。懐かしいな。
で終わりね。まあこれでまあ大体一通りですね、はいはいはい、あとはもう打ち上げチャレンジとこの絶景チャレンジ、即連のね絶景チャレンジとあるぐらいで、あ、斜め山暑い、葉月ちゃんめっちゃ暑い、この台葉月ちゃんめっちゃ暑いんだよ。これ100系ステージ行くわ、さすがに、うん、葉月ちゃん暑いのよ全体的に。映像が綺麗だな、プロジェクションマッピングか、これ。いや違うっしょ、液晶なのか多分。丸いのに熱い。おら来た、出た、おら来た、よいしょ、伝統の二角大当たり。いや来た来た来た、よし早速見れましたね、いいの。ここペコーンって止まる、このあっっていう。さあこっからですよと、で打ち上げチャンスとかあってですね、はい、まあ、3ゲーム間ビッグ揃うかなって、あのね、なんだろう、今までのドンチャンシリーズのビッグ中みたいなことをやっていくんですよ、はい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 、でここの筒があの銀の筒だったらこれ5ゲームとかになって、筒の色が上がっていくと打ち上げチャンスも期待で上がっていくと。で、まあ、レアコラクトが引けばもちろんチャンス、あのビッグの期待度が上がるっていうね。リプレイ引いて 10% でここで肘遊戯入ります。緑は日本上代転廃対応なんで、あーなるほど、そうそうそう、赤だと中断みたいな、緑丼のやつだ、そう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 、リプレイで 20%、 うわー、リプレイ、はい、で青狙うと必ず中断になります、青7狙うと、はい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 、で青7はもう右に青7狙って中断で近くになる。ウィー、あー上段か、おお、ラッキー、おお、ビッグボーナススタートです。はい、これはラッキーボーイで、一応ね、まあ、ゼッケ、これ本当もう音楽しんでください、まあ、大花からいこうか、お好みで、うん、では大花ビッグスタートしたいと思います。うひょー、で、あのビッグ、もうほとんど大花のビッグなんですけど、はいはい、あの唯一違うのがベル回数管理なんで、ベル回数管理、はいはい、でこれ今外れでジャック引いてるんですけど、例えばここで外したとしてもこれが減らねえんですよ、ベル回数だから。お、というと、あの大花だと30ゲームだったじゃないですか、はい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 、30回ベル取るまで終わんないんで、じゃあこれってだからもう保険外しは絶対すべきだと思う、正直。これ外してもゲーム数減らないから、あの大花のピックが減ってったっちゃ、そうだよね、だパンクの心配をしなきゃなんないだけで枚数的に損しないんですよ、外してもリプレイだから。あ、そうなんだ、そうそうそう、なんで僕はもうね、あの23、4ぐらいまではジャックしないことにしてます。なるほどなるほど、一応あの何かのほらね、何かこういう時のためにあのジャックして一応外しておこうと、なんかふわっと外すようにしてます。これリプレイ、ナビなしの木はリプレイ立ってる可能性があるんで練習しておいてください。これじゃあフルのフルで取れたら何枚なの、これ600枚ぐらい、600枚ぐらいか。これだから本当だったら確率的にはもう入れた方がいいんだけど、ただ外してもこのゲーム数減らないからこれ外しが出てるんだよ。でもこれ、ね、このぐらいだったら楽、もう何でかっていうと、もう出ちゃっても600枚ぐらいいくから、まあ、一緒だね。そう、気が楽だと外せるのよ、人は。あのプレッシャーがなければ目押しって成功するんですよ、確かに。それなりに押せれば、外したら、え、ミスったら300枚も損するのっていう時に押せないのよ。そうだね。さあ残り3組勝負だよ、おいおい、さあさあさあ、おい、ラストここで引くのが最高、おらー引けない、まあまあまあ、というわけでワンパンですね。
なるほど、マックス660枚か、マックス660くらいだったと思う。はいはいはい、いいですね。で566枚、まあこれに関しては、ノーミスと。さあというわけでこっからでございます。で、一応準備状態行って、こっからが、絶景チャレンジ突入抽選。なんかめっちゃ書いてあるんだけど、で5ゲーム間、まあ、レア子役行けば絶景チャレンジ必ず行くんですよ、はい。で、リプレイとかハズレとかあのベルとかでもチャンスって言われてるんですけど、はい、レア子役引けばあの絶景チャレンジ行くっていうこと以外の頻度は分からない、正直。なんでとにかく何でもいいから子役、まあ、リプでもベルでも引いた方がいい、うん。まあ、三尺玉か、三尺。あリプ、あ行かない。お、あーあー、椅子が弱い。あーでこれ多分ね、あー終了と。なるほど、絶景はもらえず、あれ絶景チャレンジ飛べば 40% って言われてます。おいー、ボーナス期待度が。あ惜しいね、チェリー。なんかヒント、お山だ。お広告じゃん。あ今のフラッシュ多分斜めだと思うんだけど、やっぱ滑んなかったんじゃないか、広角で引いてるかどっちかだ。ほい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 った、やっぱり。ほい100系ステージだ。UFO、 熱い打ち上げだ、トンちゃん。 UFO 後の、打ち上げチャレンジできたよ、はい。テヤンデイ、これこ、あテヤンデイで子役来て激アツ。確かこれテヤンデイの時って子役対応だったね。そう、おう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 が、あの外れ対応だったと思う。全然覚えてない。なんか RT 状態みたいなの入ったらここに行くってのはなんとなく覚えてるけど。あーしかも葉月ちゃん、あもう確定だろこんなの。おいー、さあ早い、即レーン35ゲーム早い。これビッグだったら激アツ。 50% 来た、赤で逆に怪しいか。だからこれ中段が、まあ、上段に止まったらチャンスってことでしょ。青七狙うわ。なるほど、そっち下段に行ったら激寒だから。あーやらかしたと思われる。まだ分かんないでしょ。 20% 頼む、緑だ。これはダメだな、多分な。あ絶望だ。あ一応このバーから、逆転パターンもあります。ないね、バチバ、バチバが止まってうわーみたいなとか、あのこの揃ってからあの復活のパターンもある。あうん、なるほどなるほど、惜しい。まあ、まあ、その今 50% って出たじゃない、うん、あれ次の50レバーで 2回本当に 50% なのかどうかがすごい気になるところではある。確かに確かに、なのであれば、あしかもやべ忘れてた、ビッグの後あの大花とあの100系ステージの場合はタッチするとボイスが出るんで、はい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 、設定推測してから。俺ねこのタッチして設定推測するやつ忘れちゃうのよ。 あの犬屋さんの時もすげえ忘れてたじゃん。気持ちは分かる、気持ちは分かる。で花火絶景ビッグだとあの画面で画面が対応するから忘れがちな人は絶景ビッグ選んだ方がいいかもね。お外れた、外れてなった、行くべこれ、よっしゃ
さあ行きますよ。40分、多分これやってる間にレア化が引いたら確定だと思う。おお、かっこいい。絶景かな、絶景かな。通常パターンだな。通常パターン。スーン、失敗。失敗。で失敗するとまた5ゲームに戻れるんで。おお、なるほど。なかなかむずい。行く。行かない。なんか引いた。お？外れ。行ったわ。あれ？おい、2回目。絶景かな、絶景かな。夜空の赤い線金とは。で、これ来い。滑った、ベルだ。行ってこい。ああ。これだからあの。ベルとかもチャンスなのかどうかが分かんないんだよね。まあね、ここ楽しいね。おいった、3回も行ってるよ。これはあの山はリプレイだから、ほぼほぼリプレイだけど。初めて見たけど、よいしょ、すげえ震えた。初めて見たけど来た。さあ絶景チャレンジ成功。絶景かな、絶景かなと。気持ちいいな。で問題はここだっつって、20分。あお、負けだ。中断止まってほしいな、しびれるぞ。出発。まあまあまあ。出発かい。青かい。ああ、まあまあまあ。ってなっちゃうわね。まあ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 。なるほどな。そうそうそう。さあもう一回。めっちゃ出る。ああ、ベルとリップも 10% ぐらいかねかな。ああ、終わっちゃう。ああ、終わっちゃう。というわけで絶景チャレンジ一発だけと。なるほど、といった感じですな。完全によく分かりました、ね。完全に一周した。いや、おもろい。よし、うめえ。いい。あー、ジュッパー、ほら。あー、大当たりじゃないんだよ。昨日たまたまその YouTube でスマスロの鏡の、はあ、その寝台動画見たんですけど、まあ面白そうね。ねえ、もうわっしょいわっしょいで、まあ、言うてね。おお、神社だ。大穴のステージ行ったべ、これラッキー。お、山危ねえ、こぼそかった。おい、早く始まれ。おいおいだぞ。1ゲーム今引いたばっかりだぞ。1ゲームすれ無理だろう。今引いたとこだよ。群れでやってくるから。群れか、群れでやってくるから。133分の1。あ、鳴ってた予告音、聞こえなかった。
いや、ここでうーんうーんつって当たり見たいな。ピカン、うーん、ピカン見たい。終わっちゃうよ。熱い、一応動かなかった。動くな。あー、リプレイ。残念、スイカ投手になっちゃったよ。これはあれでしょ、 ABC さんの歌。いやいやいや、これはあれでしょ、ムーブかなんかじゃなかった。何ムーブって。ムーブとかじゃないの。何ムーブって。いや、だからその TRF にそっくりしたんですから。ABC さんの歌ってあるの。いや、あるやろ。あるかもしれんやろ。あるかもしれん。あれ、この歌ってずっとこれ流れてる。ずっとこれ流れてる。いや、そんな気がするんだけど。だとしたら本当にあるの、その ABC さんの歌。そうよね。あの、愛の手入れる人が DJ 交際以外考えられないぐらい。そうだよね。そうなんだよ。ジョスジョスインドネシアンって言ってる。そっくりになると作ります。マークパーさん、マークさんか、あ、DJ コーさんからどっちかだと思うんだよね、さすがに。イエーみたいな。ダンスダンスインドネーションって。俺らあの ABC って言ったのど真ん中だからさ。ロケットみたいなのが同時にありえたから。あったあったあった、懐かしい。あれが面白い。おー、いたいたいた。広角で山引くのめっちゃうめえから、花火百景ゾーンめっちゃ入る。当たんないけど、うん、百景、いや、花火百景ゾーン。あー、した百景ステージ。あー、いきなりだった。1ゲーム目に予告を聞こえなかった。うわ、いきなり当たった。え、山こぼしてる。こぼしてる。うわ、こぼしてる。押すの早すぎた。こぼしてる。今のでもそんな滑んなかったね。え、上そんな風に見えなかったな。上にあったけど。ああ、そう、こぼしかよ。なんだよ。今度は絶景ルーレット。お、また引いたんじゃないこれ。あ、おでんだ、長考だ。おでん、おでん、これね、長考中は直当たりもやってる。ほう、初めて見た。だからここはもう、ここはレア子役あり、しかもビッグの可能性すごい上がる。どんちゃんって子供じゃないの。違うよ、どんちゃん大人なの。大人だよ。どんちゃんって大人だったの。大人だよ。どんちゃん酒飲むんだ。っていうか赤道が結構主語ですよ。あっちー、きあっち。超高でこの練習は熱い。きあっち山か。あ、これも外れて当たったわ。おい、会場抽選で当たりました。いきなりだ、いきなり。おでん熱、おでんステージ激熱ですね。頼む、ビッグで頼む。ここでもうレバーオンでいきなりビッグの告知出るから。いや、打ち上げかい。あ、でも銀、銀だ、銀、銀だと5回。チャンス。おお、10発来た。あが、あれ、もうここ狙うわ。ほら、一角。よし、ようやく久しぶり。ちょっとじゃあ絶景選ぼうか。背景とかが分かりやすいようにね。はい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 。おお、こんな、かわいい。ビッグバナス一角目出現。外します。あ、そうね。ほ
だ、危ね、こういうの怖いよね。これ2回だからあんな簡単に外せるだけです、はいはい、サラサラサラ、そう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 、万が一ミスってもあのまだジャック残ってるからこんなにさっくり外せてるだけ。あれラス位置だったらあんな簡単に外せないから、じゃあここから気をつけなきゃいけないのは、あの保険外ししてるんだから死ぬ気でジャック引かなきゃなんないっていう。そうですね、うん、1番はともかく2番は許されない。まずいぞ、 2番はまずい、頼むちょっと2番はまずい。ああそうか、こういうのでゲーム数減らないから。いやもう死ぬ気で1個くれ、頼む、無理だ、無理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 、いや無理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 、急にじゃん、2ゲーム連続で引いたりしてんのに。ああもうパーフェクト、両方ジャック引くしかない。ほらまだセーフ、ほら、ああパーフェクトなし、はいやってもた、はいやってもた、はい、やってもうたー、500枚切った大先輩で、これビビってミスしてるやつだよね。あ、夕方だ、しみるねー、これまだこれセリフ詳細出てねえだろうな、あったへへ、しみるねー、偶数しさ、これがまあ、あのいろいろこの背景がね、さっきしみるねーでこれだったじゃん。でこれは絶景だとボイスとこの画面がリンクしてるから押さなくても忘れないよっていう。で大花と、花火百景選んじゃうと、そう触んないと声出ないから、よし、ここ絶対取ろう。ここで復活してビッグ取れるっていうのがやっぱ最強のルートだね。間違いだ、絶対ビッグ出ないわけじゃないもんね。全然出る。おお、山だ。うめえ。よしよしよし。40%期待だ。うめえ。絶景かな、絶景かな。絶景かな。絶景かな。いや、これ引け。これいいかも。熱、当たったべ、これ当たったべ、おい、ブーよー、ビッグビッグ、ミドル、あーラスト10%、ガチっぽいな、ガチっぽいんだよね。ああ、レギュラーねー。あーやべえ、そこに乗せた。よいしょ。まあおかげででもあのパンクした分のジャックは取れるわ。レギュラーこそ。設定しさせてほしくない、むしろ、ね、まあ残念だけど、そう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 、レギュラー何にもねえんだもん、ジャグラー式レギュラー引いても悲しくならないやつ、何か欲しいね、おまけは。あー終わっちゃう、6連で3000枚出てるってことでしょ、もう。そうなんですよ、すげえ、3箱持ってるもん。あ、ダメだダメだレアミスタービックで、あ、打ち上げかい、大当たり、大当たりだぜ、きっつい。うち、やっぱりじゃあ嵐くんはもうこれ打てないってこと。うん、打ってはられるでしょうけど、レギュラーすごい負けますね。うん、嵐くんは打てないでしょ、実質。いや、レギュラーしか引かないのは。嵐さんに打てない台ないから。うん、いや、まあ、本人は打てないけど、もう赤 のでこちらから見たら、うん、絶対打ったらダメだよっていう、そういうこと、代表格じゃない、はい、だってビッグ引けないじゃん。そうです。
なんですごい勢いで負けていくと思いますよ。ああ、ちょっと打ってほしいな。ただ本人は打つと思いますけど、ね、本当にあんの 100% って言いながら打つと思いますよ。なあって言いながらそんな負けてないけど苦しい。3-7、まあ、この台のね楽しいとこってそのまあチャンスゾーンで当てるとこでしょまず、うん、で大体があとビッグなんだよね。そうね、あそこに集約されてますね。楽しいところが少ないっていう厳しさも感じる。さっきなこのお花火ステージ行く前の100ゲームに3つ引いてるからな。お、逆。おつい山か。おいかっこいい。懐かしい。よしパキャン出ました。トンちゃん 10% じゃなくて初めて見た。あは？え、青だ。そうだろ。え？おお、びっくりした。ちょっと待てよマジで。赤カットに出せよ普通に。すげえ意地悪じゃん。大花火行ってやろう。青の下下段天杯怖。怖すぎる。なんだよ、よかった。よし、まあ、もうちょっと引っ張られたらベストだったけどね。さあ、616枚どんどん行こうぜ。どんどん行こうぜ。デフォルトですね。さあ、ここだ。即連即連即連ビッグ。おお山だ。来た。おおい、かっこいい。もう一回ね、演出チャンスアップでんだよね。でやっこやく引いたときって。なるほどね。カットインなし。これなんか引かなきゃダメなのかな。小役っぽいね。 40% にしてはさ失敗しすぎだよね。うん、なんか引かなきゃダメない。無理だよそんなに何個も何個も。でやこれうわそんなに何個も何個もレア小役無理だって。まあタン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 絶景かな、絶景か。でもね、あそこ当たる人めっちゃ当たるんだよね、なんか横で見てると。まあ、でもさ、そこのところがさ、うん、甘かったらさ、うん、死ぬほど出ちゃうからこれぐらいじゃないか。まあそうだね、死ぬほど出ちゃうよね。あ、赤文字取ってる、もう。お花火ステージピロリロリン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 。ここ狙ってみようか。じゃあただここさ、これもうここ残った時点でも激アツじゃない。ハズレオアじゃない。だってあお今間延びしたかも。これもしかしたら絶対分かんなかったけどこれ
ほえー、ビッグしかも7揃い発生。ビッグじゃないの7揃いからはビッグだと思うんだよね、さすがに。うわー、綺麗人じゃん。間延びだったかもしれない。ハズレオアじゃない、だって。でもこれリーチ目出てるけど、ここはもうあのフラグだからリーチ目が出ないよ、もう。はいはい、ウィーン。ヘイ。よし。いや、出ました。昔好きだったリーチ目。狙ってみるもんですね。ああ、ビッグだね。イエスイエスイエス。7が揃えばビッグでいいのか。やっぱさすがに。チェッケでいく。よし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 。ああ、惜しいね。さあ、572枚。しるい、グスシさ。あーこれ絶望、あれ外れんだもん。あーもう見なくなっちゃうよー。あーもう引けないなー。これは難しいわ。おもむろに iPhone のアップデートしてみたら、ここの文字が超太文字になった。あ、今さらですか。今さらです。これこう、え、こういった形でカスタマイズできるのご存知ないんですか、もしかして。知らないです。うわーもったいな。ここを長押しするんですよ。こういろんなのできるんですよ。おほら、これにしよう。社会じゃねえか、やだよ。しかも古いわ。古いよ。iPhone が提示してくれた中に社会。社会じゃねえかよ。ファミリーの社会さんだ。なんでうちの子供たち2人に挟まれてる。なんで社会が俺の子供2人に挟まれてここにいるの。家族みたいじゃん。おかしいだろ。iPhone はそう判断したんだ。おかしいだろ。この写真も愛がある。ちょっと待って。他の全部の子供の写真に相手にも酒井がいるんだけど、これ何これ。子供だと思われてんじゃない。俺の子供の iPhone は子供認定してるってことだ。これ全部子供なんですよ。これは子供だな。全部子供で、あ、ここにいるの酒井なんですよ。なんでこれ唯一出てくるの酒井だけなの。これはおかしいだろ。これは これも子供だな多分。なんで俺の提案するやつなんか全部酒井なんだよ。最後に、はい、まんまよし。おいほっほっ狙ってみるもんだ。出発でやってる。はい、656枚。あー、お見事。さあ、ラストチャンスだよ。ここでもし連チャンするようなことがあれば大逆転勝利。頼む、せめて一回行ってくれ。神だな、ここ。いや、行かない。まず行かないのよ。神だな。絶景チャレンジ、行かないんだよな。すんすんすん。残念。まあ、時間切れやね。まあ、こんな感じですわ。花火の絶景ちゃんは。いや、俺は嫌いじゃないけどね。そうそう、そうなのね、うん、そんな感じ。なんかそんな感じでしょ、うん、まあ悪くないと思うよ。そんなにみんな楽さだよっていうほどじゃないでしょって、うん、シンプルに自分でお金出して一回打ってみたいなっていうのはある。そうそうそう、やっぱレギュラーにね寄っちゃった時もちろんきついんだけど、まあ、その分ビッグは球出るから、まあ、どうやって付き合うかだねっては思う。さあ、というわけで今日は花火絶景ちゃんでずっと遊んできましたけれども、おそらくちょいマイナビッグ6、レギュラー8、これが77だったらプラスでしたね、はい、というわけで外でエンディング出させていただきます。 お疲れ様でした。はい、というわけで今日実は花火絶景1台、はい、打ち切ってまいりました。はい、どうも。というわけでですね、どのぐらい回したかな、ちょっと待ってくださいね。3000とか回したんじゃないですか。3500円ぐらいね、う
回しましたけども、ビッグが、まあ、通常ゲームが2700ゲームなんで、まあ、ビッグが6、レギュラーが8、はい、まあ、合成で210分の1ぐらいかな、まあ、交差点域でボーナス自体は引けてるんですけど、うん、まあ、どうしてもあのレギュラーが2回多くなっちゃったということで、はいはい、投資の方が25,000円、はい、1150枚で回収が945枚で、マイナスの205枚、うん、最大ハマリが505ゲームかな、はい、うんうんうん、もうちょっとあれかもね、絶景チャレンジ、うん、で当ててもよかったのかな、レンチャン、うん、ビッグみたいなのが、また大人の人はやってましたからね、やってましたもんね、2、3000枚くらい始めた、あれをやっぱ、あれがまあいわゆる夢の形ですよね、100ゲーム以内ところから50ゲーム以内にビッグ4発入れてるわけだから、ね、はいはい、とんでもないスピード、純度 7.77 枚、とんでもないスピードですけど、あのひとときをつかめるかどうか、うん、で、まあ1対1ほぼほぼちょっと足りないぐらいで過ごすのが僕のみたいな、でしかも僕に関してはボーナス自体は吹けてるので、そうそうそう、まだいい方というか、じゃあ仮にボーナス確率がちょっとしんどくても、まあ、レギュラーじゃなくてビッグヒート部分には全然解決するんですよ、うんうんうん、そうなんでうまいこと綱渡ってるうちは遊べるし、でその絶景チャレンジとかうまくやった時にあのビッグぶっ刺すと急にあ2000枚浮きみたいなことも起こりうる、うん、なんでどっちかというとやっぱちょっと時間あるときに遊ぶたいかなと、ね、朝からパーッとちょっとお休みだから長めにそう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 したいなっていう、うん、だ今までアクロス打ってたような人もまあありっちゃありよね、まあこれ出る頃にはみんな気になる人は1回は打ってるでしょうけど、うんうんうん、私はすごいね打ちたいなと思いました、普通にシンプルに、まあ、なんて言ってもねやっぱその大花火ステージと百景ステージはもう本物っていうかね、うん、もうで大花火ステージ百景ステージからビッグ引いた時の流れはねもうまさになので、まあ、だから4号機の面通ってる人は、うん、ああ打ってみたいなとはなると思うんですよね、そんなに言われてるほどあれじゃないですか、そう僕もその SNS とか、うん、YouTube とか見るほど別に悪くないなと思いました、うん、打ちたいだからあのねまあまあ昨今は何でもそうですよ、否定の声は大きい、まあね、あの100点ってものは多分もうないでしょうから ね、否定の声は大きく聞こえるだけです、うん、皆さんも自分の中にあるそれを信じて、うんうん、突っ込むのは自分の金ですから、そうですね打ってみてください、はい、打ちたくなったら打ってみてください、というわけで、まあ、いよいよぼちぼちスマスラも始まりますので、まあ、だからこの次回の収録かもねスマスラあるわけで、まあ、取れりゃいい、ね、抽選が良ければね、うんうん、ぜひとも行きたいですね、まあ、ちょっと新時代がやってくるということで、ついに我々もその扉開いちゃってくるうちに通れるように行きましょう、頑張りたいと思います、というわけで暗くならないうちに置いてもらさせていただきたいと思います、それでは次はおそらくスマスロのあるパチスロの世界だと思います、何を楽しみですね、まだ今後ともよろしくお願いいたします、はい、どうも、それでは今日はこんなところで置いてもらさせていただきます、面目で、ありがとうございました、手やんでい